好きなテレビ何？ええー、おはよう。世界仰天ニュースとか好きだったよな。民家なんか怖いやんちょっと。確かに。仕事復帰いってらっしゃい。今日私が勝手起こした私が早くしたがために起こしてしまった友達を。あとでみんなでお礼の天城フォークロ。え、これさ、ジップ？これ何？ジップってしてないとことかあるん？うん、マッサンジップちゃうっけ。マッサンジップちゃだったな昔は。今違うんかな。大阪最高気温16度ってことはもうだいぶやな、うん、広島18度ぐらいか。ちょっと抜くよね西日本の方が。一度は行ってみたい。どこに？サウナ。サウナ？サウナとか行く？え、なってた？じゃあ赤になってた。一度は行ってみたい、サウナやって。うん、8周年おめ。あ、ジップはもっと早くだって。あ、8時までじゃなかった。8時からスッキリやったくない？あ、確かに。え、でも8時までもやってない気がする。本当？探せてない？おはよう。オッケー、まあこんなもんでしょ。できた。昨日は久しぶりに一つのベッドで人と寝て心が満たされました。今日いい笑顔の日だって。なんでにっこりだって。いいいいにっこり。え、フレンチトーストってさ卵割るやんか、うん、ほんでさ得やん、うん、でどうするの。卵と牛乳、牛乳、うん、だけ？うん、めちゃくちゃ。そうなん。え、ほんで浸して、うん、フライパンで焼く？うん、でも普通にパン焼くよりさ栄養あるよね絶対。うん、いいな。作り方をちゃんと教えてもらっときなさいよって先生。元おともさん誕生日。あ、そうなんや。え、できた？うん、まだまだ。砂糖入れないのだって。砂糖入れないのだって。あ、砂糖入れるんや。ちょっとだけ。え、塩は？塩は入れてない。入れたら美味しいんかな。でもどうなんだろう。今日はシェフがいます。ショールーム8周年記念だよ。え、そうだけん一言コメントに8周年って入れた。
周年おめ、なんかこの8周年おめをね、定型コメに入れてると、なんか抽選でパーカーが当たるらしくて、ショールームので、ショールームグッズ集めてるから私欲しいなと思って、言いました。そう、抽選なんですよ。だからしかもね、めっちゃ少ない、全ユーザーの中で、その ST の中じゃなくて、全ユーザーの中で、これマクフォーも借ります、20人ぐらい。僕はショールーム5年ですね、長、私は6年ぐらいか、5年6年。ね、私が SKE のオーディション受けてた、知っとる？うん、あ、知っとんか、みんな。シナウドン、シナウドンまで知ってんの、うん、めっちゃ知ってるな。恥ずかしい。え、今日平日もしかして？たくさん集めた方が当選確率上がるの？いや別に1回でも配信すればみたいな感じだったから、多分マジの抽選。ね、あれとフレンチトーストってさ、あのラピュタパンってやつ、ラピュタ見たことない、私も。言うた、うん、なんかラピュタパンとか言わんよく。うーん、君の魅力って何？生活感。多分違う、あ、多分違う、違うんか。あ、目玉焼きが乗ったらラペタパン。あ、そうなの。朝ごはんで料理する偉いな。偉い。一人でもやる？正直、正直言って。やるやる。まあ？時間があったらな。マジ？え、ショールームとか。配信せんよな。ん？配信とかせんよな。配信？配信とかせん。もう配信せんのに料理できる人すごい。うん、配信したら料理できるんや。できる。なんかみんながね、うん、褒めてくれるんよ。すごいやんで。そう、あと作り方私めちゃくちゃやから。うん、めっちゃまずいんや毎回。だけどいかんよ。それは自分が悪いみたいな、ちゃんと諭してくれるんよ、私が悪いよみたいな。あ、レシピはレシピは合ってるのに測れない、あかりんが悪いみたいな。楽しい、それが。え、レシピとか見たら作れる、作れる人？うん、いや、そんな難しいの作らんじゃん。いいか、偉いなぁ。トマト食べれる。
なんと食べれない。あ、え、ごめん。え、全然全然。今日買ったいいよ、別に。あの人トマトグルーやったよな。食べ放題行った時最初にトマトばっか食べそうと思われてる。あかりが、え、違う違う、あっちが、うん。え、なんか串の食べ放題なのに、うん、サラダのトマトばっか食べとって、うん、元取る気ない。ヘアアイロン髪溶けたりするの？髪溶けるんかな。髪めっちゃハイブリーチとかやったら溶けるのかもね。え、髪染めてる？うん、マジか。いいな、髪染めたいっていう願望が一生に一回は。今はいいんだけど。え、最初何色にした？え、でもブリーチしたことないよ。ずっと茶色っぽい。茶色になんか色入れるみたいな。あ、茶色だったらいいんや、それは。うん、なんかブリーチしたら本当に髪傷んだって聞いて、やったことない。でもやって、てるちゃんありがとう、かんずありがとう、かん、あれ、たかひろありがとう。え、8周年おめくまだ。ありがとう。5個もくれてる。たかひろありがとう。かわいい8周年ギフト。パーカーめっちゃ欲しいんやけど、なんかどうにかしてもらえんかな。ショールームパーカー。ちょっと欲しい子にあげた方がいいじゃん。マスカットは食べれる。大好き。マジあるん？なんで家にフルーツあるん？なんか、ニキビが治るって書いてあった。今肌荒れ悩み中？うん。皮膚科行った方がいいよ。いや、行っとったけど治らんのよな。もうなん、うん。やっぱ肌質あるよな、でも。うん、ありがとう。ね、結構の値段よね。そうやね。そう、え、ショールームキャンペーンに参加するメンバー珍しい。嘘、めっちゃパーカー欲しいんやけど、ショールームの普通に欲しいんやけど、普通に普段使いしたいんやけど、ショールーム依存症やからさ。おはよう。前髪決まんないと一日憂鬱になるよ。でももう今日は決まんない日って決まったから、もういいやってなってる。帽子かぶっちゃえ。確かに。え、普通に欲しいよね。私売ってたら買うよ。だからショールームショップできんかな。ショールームが突然なくなったら、え、どうしよう、居場所がなくなる。AK 分買えないメンバーも多い。え、私昨日さ12時にね、ショールームあったじゃん。あの瞬間変えたからね、明日のためにと思って。え、 AK 分合ってるよね、これで。え、ね、もしかしてさ、うん、作ったそばから皿的な皿洗ってる？洗えるやつは。えらー、結婚してくれん？お願い、私が働くけん。水しかないよ。え、全然水いただけたらもうありがたいです。また結婚、すぐ結婚って言うからね。その感情表現が冠婚葬祭やから。すごい。え、待って、これ見せていい？うん。あ、ねえ、綺麗やね。え、ねえ、え、こんなプレートとかさ、一人暮らしでどういう環境で買おうと思う？マジですごい。見て。これスクショした方がいいよ。いいわ。
ほんまにすごいんやけど。危ない危ない。しかもこれ水ちゃうやろ絶対。水？え、いい匂い。よかった。ちょっと水。待って、これこの素晴らしさを伝えたいんやけど。よいしょ、ほらマスカットと、え、すごいよ、ありがとう。え、これこれすごいわ、やった。え、写真撮っていい？うん、皮ごと食べれるらしい。あ、このぶどう？うん、すごい。え、これってさ、これでパン何枚分？あ、1枚やけど、4枚切りやけ、あかりちょっともしかしたら食べれるだけ食べてる。え、私のためだけに作ってくれたん？そうやで。めっちゃ嬉しいんやけど、マジで。え、ありがとう。うん、全然。写真撮ろう、写真撮ろう。今日メールに送るね、みんなこれ。めっちゃ嬉しい。感動なんやが。え、すごい、めっちゃ映える。すごいすごい。え、私の朝ごはん史上一番すごいよこれは。え、めっちゃ映えして撮ってよ。うん、映やす映やす。あ、え、どう。あと光があるけんこっちの方がいいかも。あ、なるほどね。こうか。え、マジですごい。あ、いい。いいよ。ただ先年の服がやばいけど。あ、そうそうそう。え、これはすごい。え、ほんまにすごいわ。え、見てこの画面越しに。え、すごない？え、なんで喜ぶやろ、こんな、そんな体勢で写真撮ってくれるなんて思わんかった。え、すごいよ。え、ありがとう。え、マジで嬉しい。え、ほんまに嬉しいんやけど。え、いいんすか。うん、てかマジごめんね起こして。朝から作らせた。え、ほんまに結婚してほしい。足りんかったら蜂蜜まであるの家に。マジか。仕事頑張って。そっか、仕事だよね、みんな。あー、こんな面白い朝配信初めてやって。私何もして、私朝ごはん待ってただけやから、マジ何もしてない。今日はお休みらしいです。いや絶対こんなんもう嫁にするしかないね。みんなおめでとう。え、マジでありがとう。なんでマスカットある家に。マジですごい。あ、ハシオレンクマありがとう。美味しそう、いただきます。うん、めっちゃうまい。嬉しい。え、しかもちゃんとシナモンの風味があるやん。おしゃれ。
まっ。ありがとう。朝からこんな幸せでいいよ私。でこのパン何枚切り？4枚切り。高級。いや絶対そんなことない。うん。マスカットうまいね。おいしいよな。うん。え、これシナモンさ、上にかけてるって感じ？うん、シナモン上にかけて終わり。へぇ、すごい。うまっ、ほんまにうまい。あの食べログに書いてほしい。みかん食ってる、うん、ビタミン取ってるな。8周年くんもありがとう。紹介してって、狙うな狙うな。え、ニューヨークの人の家賃22万やって。んやば、22万か。勉強できる、めっちゃ頭いいよこの人。あなた。めっちゃちゃんとしてるから。私の友達でいいんかなってぐらいちゃんとしてる。でも私もさ、高校の時まあまあちゃんとしちゃったよね。うん。めちゃめちゃ頭良かった。だってほら。なのに今はもう。そんなことない。今はもう。ナイスツーミッチューかけるかわからん。言えたら大丈夫。なんかね、かっこよくないか、うん、はい。うまっ、ほんまにうまい。ねえ、AKB 好きやったよな昔。え、好き好き。今も、今はあれ分からんけど、え、誰好きやったっけ、マリコ様誰やったっけ、トモチンだっけ。え、
え、でもみんな好きだったな。誰かみんな好きだったよな、うん、オタ友って感じではないけど、別に別に AKB オタじゃなくても AKB みんな推しメンおったよな、うん、STU メンバーはあんま分からんかも。私しか知らんよね。あかりしか分からん。ほら、フレッシュレモンは知っとると思うよ。知っとるよね。分かるえ、でもさ、なんか駅とか歩きよったら、うん、なんかなんでか知らんけど、そこは明かりのやつ見かけてないけど、私が撮った駅は、うん、あの STU のなんかと駅がコラボみたいな、うん、あっぱえ、瀬戸内のなんかリスなんとかさんとかみたいな、わかる、なんかキティちゃんの、うん、みたいなのが頭つけとるやつ、去年ぐらいにあったわ。去年か、うん、え、今年かも。あれを見るな。え、あのなんか駅にさ、うん、貼ってるやつやんな。そう景色とともに。あ、そう あったあった。やっぱああいうのやったら見てくれるんやな、みんな。うん、マスクすごない？な、すごいな。すごいな。ね、めっちゃ全部平らげようやけど。え、よかった。いい？食べれるんだったら全然食べてる。今欲しい家電何？なんやろ。なんか美容系のやつが欲しい。あ、美顔器みたいな。あ、美顔器とかスチームとか。スチーマーね。何が欲しい？乾燥機。何？乾燥機？うん。あ、部屋干しの、うん、部屋干し、うん、欲しいな。ごちそうさまでした。全然バリうまでした。あ、ありがとう。そこで料理何？ない前やんか。仕事行くね。いってらっしゃい。アイロンありがとね。うん、満たされた。寝たい。満たされた、マジで。毎日朝ごはん食べに行こうかな。いい？いや、ええ。断られた。いや、水すらうまかった。水ってちゃんとコップに入れたらうまいんやね。あんなコップ出てこんよ。よかった。もう最近忙しかったから友達と会えてよかったね。いや、マジで、うん、嬉しい、会えて。え、でも忙しいでしょ、仕事。え、全然忙しくない。そう、うん、
か葵ちゃんっていうメンバーがおるんやけど、うん、めっちゃ似てるわ、なんかなんか、うん、そのなんか違うけど、うん、なんこの家がちゃんとしてて、うん、朝ごはんとか作って、でも私にバサッと行くとこ。葵ちゃん、あの同い年？うん、2個ぐらいしたの。3つぐらい、いや2個やな。20歳やね。2個下にバサッと行かれる。めっちゃ、いや2個下どころじゃないよマジ。高校生にバサッと行かれるから。どんなに言われるの？何やろうな。なになにちゃん、私あかりんが横にあったら引き立つからええなって言ったら、うんってやる。その子卒業したけども。あ、そう、ね、そう、めっちゃ可愛かった。声も似とるって。てか服とかどこに収納してんの？もうタンスとクローゼット。あ、クローゼットあるんや、うん、あ、そう、クローゼットか。でもそんなに服ないかも。あ、そうなんや、うん、去年捨て、うん、ちゃんと整備したんやね、うん、いや、ほんまそれな。朝から家でショールームさせてくれる友達、マジ、いや、ほんまに私やったら絶対嫌やのに、マジでありがたい。ごめんね。全然嫌じゃない。本当に、うん、マジ今日休みでよかった、あなたが。いや、ほんまに。え、めっちゃたまたま？え、マジでたまたま。よかった。仕事だったら、仕事だったら今始まったよ。え、もう始まってる仕事？私さ、うん、6時40分の電車乗るやつ、ね、で20分寝る。マジ、うん、やばやばいやな。でもみんなそんな感じか。いや、すごいよ。すごいな。私さ、なんか5時に起きる日もあればさ、うん、で6時から仕事の日もあればさ、うん、夜の6時から仕事の日もあってさ、めっちゃバラバラだけんさ、そう、なんか毎日同じ時間とかがなんか、あ、そうやんなってなる。握手会は来てないな。え、STA のイベント来たことないよね。ない。来てや、今度、うん、マジ言ってくれたら全然、あのもう来ますんでーっつって、手厚い何もできんけど、何の権限もないけど、気持ちだけは手厚くいくよ。でも母さんがで、うん、今は引っ越したけんあれだけど、うん、高松で一時住んどったの、うん、その時にあかりちゃんおったってなんか連絡。え、あかりちゃん、え、母さん、あ、こっちさ、もうテレビ流れてないんやんか、うんうんうん、でも向こう流れてるけん、あかりちゃんテレビ映っとったけん見てあげなよって言って動画送ってきたり。え、あかりちゃんこのイベント出とったわ。なんか上手に喋っとったで、みたいな。上手に喋ってたね。かわいい。マジ？え、そうそう、し、なんか、だけ、うん、それを、うん、いや、見たことあるだけ、その、母さんが録画しとるんや。あ、そうなん？テレビ、その、たまたま
から撮ったりしたら、うんうん、でなんかこれあかりちゃん出てるけどちょっと見てあげてから自分が見たいやつ見たらみたいな。何見たっけ、あのエレキチューデンツとか終電山じゃないか、なんか桜のとこで歌ってる、うん、あれやんな、 NHK のやつや。なんかさ、桜ふるさとの色がどうのこうのみたいな歌を歌ってるやつ、ね、うん、なんか歌っ、え、めっちゃ最近やん、ここ1年ぐらいじゃない、うんうん、多分そうだよね。え、はずあれ結構長い歌らしいな。あ、そうなんや、なんか、そう、あの時期のキャンペーンみたいな。そっか、嬉しいな、可愛いお母さん、お母さん覚えてくれてんねや、うん、嬉しい。え、ミキプルーの CM や、感動、めっちゃミキプルー好きやったよな。あ、そうあのね、これへやって、ありがてぇ、今日という日が。大丈夫、私布団奪ってなかった。え、めちゃくちゃ綺麗に寝とった。マジ、うん、ちょっともうちょっと大きな声で言ってもらっていい、それ私、綺麗どうだった寝相めちゃくちゃ綺麗に、ほんまに綺麗に寝とったほらほら、聞いたかみんな、私一回さ、事故って部屋移してさ、めっちゃ汚い時に映ったんよ、うん、だけど、ガサツやと思われてるから。事故、え、事故って部屋が何、めっちゃ汚い部屋が映った。あ、映ってないな。そう、いや、そんないつも綺麗なわけないやん。ほらほらほら、みほら、そうやんな、うん、え、いや、でも綺麗な人もおるよな、おるわ、おるよ、なんかそういうの見てるわ、自分の部屋綺麗にせんとって思う、思うよな。ハッシュネークもありがとう。前さ、友達の部屋行った時に、うん、綺麗すぎてもう膝ついた床にあ、ほんまに二人で行っとって、その男の子なんやけど、うん、もうなんか綺麗とかじゃなくて、うん、おしゃれなんや、なんか、うん、え？って言って、うん、もう膝本当に床ついて、うん、その友達と、やば、びっくりした樋口それは綺麗ね、なんかどういう、なんかもうお母さんも安心なんやろな、みたいな。いや、それは安心やん、膝つきたいぐらい、もう床舐めれる、いや、全然いける。ツイートしよう、ね、もう今時の子さ、うん、ツイッターなんか見えへんやな。あの、見、つぶやかんけど見たりはするよ。あ、そうなん、うん、でも使わんかな。あ、なんかインスタ、そうやな、インスタやな、うん、あんなに盛り上がっとったのにな。ツイートしよう、えい、ツイートしました。TikTok か、 TikTok はせえへんよな、年代的にせんな。 TikTok はもうちょい若い子じゃない。え、でもでも、うん、いや、せんけど見る人は全然おるし、うん、あ、そうなんや。なんなら、あの、じいちゃんで、じいちゃん携帯買い替えたよ、最近スマホ。うん、80、何もやろ、3、4、5ぐらいやけど、年齢ずっと、うん、TikTok と、ずっと TikTok 見てる。え、マジ、うん、めっちゃ若いやん。花さん、携帯ずっと見よう。え、う、朝ずっとテレビかけながら、うん、TikTok、 マジ、ずっと、うん、何見るの、女子高生が、いや、ちゃう、踊ってるの見るの。そういうんじゃなくて、うん、なんない、何を見たんかよく分からんけど、そういうのは見てない。え、なんか動画、短い動画みたいなの多分見てる。へぇ、めっちゃすごいな、83歳とか。うん、そうそう、すごいね。え、
なんか母さん YouTube もずっと見るけん、うん、なんか設定とかはちょっと難しいけん母さんがやってあげるんだけど、うん、なんか母さんがなんかもうあの人ずっと YouTube 見るけん何に見ようやろうと思って履歴、うん、見たらピアノの超絶技巧なんよって言う。超絶技巧別に。面白い。でも多分自分で調べて見とるっていうよりかは、うん、多分おすすめとかに出てくるのを多分見ようかなと思う。なるほどね。ピアノ好きなの？あ、好き好き、音楽好きやな。あ、そうなんや。かわいいな、おじいちゃん。かわいい。え、83歳すごいな、うん、だってえ、多分60とかでももう携帯わからんわって人いっぱいおるで多分、うん、すごいよね。え、すごいね。よかった、履歴がなんかめっちゃゴリゴリアイドルとかじゃなくて。いやでもなんかそういう人こそアイドルとかハマったらめっちゃ何ハマりとことん行く。確かに若返るかもね、うん、8周年くんもありがとう。若返るかも。うん、ほんまにそう思う。で、ファンの人さ、うん、年齢聞いたら大体みんなさ、え、そんな歳いってたみたいな、見た目若いのにみたいなばっかなんよ。だけど多分若返るんやと思うよ、うん、若い子と触れ合うっていうか話すから。そうやな。そうなんよ。いや、しかもそうか、なんかそのショールームとかも見るけん。そう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 。え、そうなんよ。キャンメイクと言っても理解してくれるよ。すごいね。マジですごいよね。マジ普通に友達。ゴリゴリアイドルだったらなんかいいよ。もうゴリゴリアイドルで会ってほしい。で、今度じいちゃんの携帯にさ、おすすめに SU 出るようにしとってや。見とったらめっちゃおもろい。めっちゃおもろいな。どうしよう、押されとったら。この子かわいいな。だから明かりやで、それ。そうなんよ、メイクの話理解するよね、みんな。すごいよね。おはよう。年食ってもアイドルハマるよ。いや、マジ年齢関係ないよ、趣味に。全然関係ないよ。ホットビューラー覚えた。それがすごい。女子でもホットビューラー分からん子いっぱいおると思うわ。え、猫名前なんやっけ。麦。麦や。そうや、麦。前電話した時麦めっちゃ可愛かった。可愛い。麦になんて呼ばれてる？おいって言われる、うん、お前って言われる、うん、帰ってきたのか、帰ってきたんか。遊んであげてもいいけど、あ、遊んでいただいてるんや。じゃあ、うん、でもなんか前までは遊んで遊んでって感じだったけど、うん、こっちはこっちで遊ぶけど、あんたはあんたで遊んどいてみたいな。ちょっと突き放される。こっちは一人で遊ぶけど、お前も一人で遊んどけるみたいな。それこそなんか、まあ、遊んであげてもええけどっていうのがたまにある。上からやな、うん、おもろ。いいなぁ。なんかほんまに喋りかけてくるような、にゃーにゃーにゃーって言って。マジ、うん、いいな、いい猫やな。なんか母さんがよく言う、夏がたかやったらヤモリめっちゃ増えるけん、うん、それ見つけるためにずっとパトロールするんや。ずっとぐる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 家の中なのかな、なんかのはって、うんうん、もうええでのいいじゃん、もうええで買うなんでみたいな。見てもずっとぐるっとしては母さんとこ行って、なんか話してからまたぐるって言って、また寄って行って、にゃーにゃーって言って、またどっか行って、うん、何話しかけてくるの。いや、もう今日は今おらへんかったけど、もう一回見てくるわ一応って。
一応見てくるわ。かもしれない。なんかさ、猫翻訳アプリみたいなのあるし、ね。うん。なんかあれ、あれ使ったことあるもん。うん、ある。当たった？全然当たらへん。あ、そうなんだ。え、当たある？なんかその母さん使った時は、うん、その外出たがるんや猫が。うん、だけもういかんいかんって言ったら、足噛みついてきた時の声が、うん、戦いだって言ってた。当たっとるやん。そう、当たってる。すごいね。かわいい。戦いだ。猫でさ、ニャンスケ以外マジ懐いてないからさ、うん、毎回なんかお前誰やって言われるよね。モテる性格よな。ニャンスケとこのどっちが来るか、好み好み好みめっちゃ泣くよ。にゃ、何を喋ってんだよ。今日は朝ツイート、スーツのツイートで知りましたので、よかったら見てください。皆様おはよう。あと10分ぐらいで終わろう。サンタさん来る？全然来る。え、てかさ、なんかちっちゃい時に、うん、あの幼稚園ぐらいの時に、うん、あの1階にじいちゃんとばあちゃんが住んどって、うん、上が私らみたいな感じだったんやけど、うん、荷物あったっけ枕元に、うん、朝5時ぐらいに目覚めて、うん、で階段の下見たらばあちゃんがたまたま歩きよったっけ、うん、ばあちゃんって言って、サンタ来たって言ったら、うん、うん、来とった、この階段登っていったわって言ったそれを大人になってから母さんに言ったら、うん、ほんまに適当やな、いい鍵のことばっか言うわおもろ。サンタおらんのなんで知った？え、確かに、あ、私はなんか妹が、うん、チャリ欲しいってサンタに言って、うん、でも無理やん、枕元に置くとか無理やんな。そうやけん、なんかちょっと親に協力してって言われて、うん、夜中になんか妹が起きとって、サンタ待つために、うん、で私でも、もうあ妹寝ろよ早よって思ってて、うん、だけどママたちは庭にチャリ置きたかったんよ、うん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 、でわーって見せたかった朝、うん、だけど全然寝へんから、私が告白されてサンタのことを、だけん妹と俺が今気を散らしといてほしいみたいな、うんうん、なんなら一緒に寝てほしい今日はみたいな言われて、うん、私は妹を寝かしつけ、何年生かな、中学生になってないかも、小学生ぐらいかも、そうなの、ね、そうで、その間に親は頑張って庭にチャリを置いてセッティングして朝バーンみたいな。気づかんかった？気づかんかったね。かった、でもめっちゃ大変そうやった、うん、親って大変なんやなと思ったもん。そうよな、自分が親になったら、え、でもサンタっていつ気づくん、え、いつ気づいた？一番はっきりしたのは、うん、なんかうすうす気づくやん、うんうんうん、でもいや、なんか希望とか残っとるやん、うんうんうん、で、小3ぐらいかな、うんうん、の時に弟と寝る部屋一緒やったけん、うん、サンタ見ようって言って、うん、あのドアに風鈴つけとったんやでいつも枕元に荷物、うん、プレゼント来るのに、うん、その時なくて、うん、で下行ったらクリスマスツリーの下にプレゼントあった、うん、はいはいはい、うん、であみたいな感じしとったら姉ちゃんが来て、あ、そういや、なんか昨日お前風鈴つけとったやろ、お母さんと父さんが風鈴つけとる時にここ置けんわって言って、そこ置きに来たねって言ったんで、はっきりバリバリ夢奪うやんそうおもろ、そうなん、うん、すごあれよな、今年は来ますように祈っとこ。サンタコスとかするの？サンタコスするよ。え、なんかさ、え、うん、どう、あの劇…え、筆なくなったん？ん？あ、うん？
劇場みたいなのあるの？ないない、今けか何ホールとか借りてやってる。あ、そうなの、ね、じゃあ毎日する？いや週2とかかな。あ、うん、でもクリスマス公演とかはありそう。あ、そうそう、コンサート、岡山であるんよ。あ、そう、じゃあ絶対切るやん。そうね、きまあ、金貨とかあるよね、クリスマス公演で、うん、そう、でも全然何するかまだ分かってないけど。あ、そうそう、また1ヶ月、うわ、1ヶ月後か。そう、そうなんよね。終わろう、そろそろ。皆さん仕事行ってらっしゃい。朝からありがとう、いいご飯を食べました。そして8周年クマとかハートとかも卵とかもありがとうございます。あつ、ありがとう。 TMFM 朝配信ありがとう。友達さん、福ちゃんと結婚してあげてください。無理って言われそう。ホアン、ありがとう。家族ランちゃん、早くコロナがなくなりますように。マジでそれ。ニャンシゲキ、友達に結婚してくださいとお伝えください。いやいや、嫁さんいるでしょ。ヒゲジン新長先生、ありがとう。ドリン、ありがとう。テリピー、ありがとう。カンちゃん、ありがとう。アオニヨシ、ありがとう。カンズ、ありがとう。テルちゃん、ありがとう。1位はタカヒロでした。というわけで、私が福田はって言ったら瀬戸内って言ってください。アオニヨシと福田は瀬戸内、サンドの飯はどんで決まり、香川県出身の福田こと福田がいでした。じゃあ皆さん、お仕事行ってらっしゃいませ。お疲れんこんでした。じゃあまた夜お会いしましょう。多分ね、ごぶごぶ、多分バイバイ、ありがとうございました。いってらっしゃい、今日も頑張って。